じゃあ、婚前旅行、ケツを見ていこうかな。終わるんだ、これで。え、全然よくわかんねえな、今のところ。まだ。前半で選択肢出たの初だ。婚前旅行。あ、T 引越し店だ。こっち T 引越し店なんだ。やっぱ、そういうことなのかな。だから T 引越も同じ状況なのかもしんない。眠れない。というのは辛いものだな。今俺は窓の外を流れる、変わり映えのしない景色を延々と見せられる苦行の最中にいる。だが列車の中で眠りすぎたせいで夢の中に逃避することもできないでいた。ちらりと隣の正駅に目をやる。MO は窓の外を食い入るように眺めていた。山と畑と点在する民家しかないこの様々とした景色の一体どこに見るべきものがあるというのか。これがもし海外なら、こんな車の移動中でさえも窓の外を流れる風景に胸を躍らせていただろうに。俺は今日何度目かのため息を心の中で吐いた。山道を蛇のようにくねくねと進み続け、旅館が見えてきたとき、ようやくこの苦行も終わるのだと、俺は心底安堵した。タクシーを降りると、MU は真っ先にトランクの中から荷物を取り出しに向かう。そんなのは従業員にやらせればいいのに相変わらずおせっかいなやつだ。慌て気味に従業員がやってくると、早速 MU に駆け寄って荷下ろしを手伝う。あ、すいません、ありがとうございます。俺はそんな彼らのやりとりを横目に旅館と旅館を取り囲む山々の景色を一望した。まったく、日本の景色なんてどこも同じだな。少し街を出れば山、山、山ばかりだ。言ってたな、そんなこと確かに。あ、美しい。そう、風情があっていいじゃない。同じ山でも四季折々の景色を楽しめるのが日本の素晴らしさの一つだと思うわ。同じ話してるわ。M 用のふわふわとした長い髪が風にたなびく。その背景にはひらひらともみじが舞い散っていた。ふと M4 と目が合う。何をそんなに満足そうな顔をしているんだが。あ、なんか言ってたもんね。表情一つで心が分かっていくのが嬉しいみたいな。俺は視線を落としてため息をついた。うん。そんな四季も含めてもう飽き飽きだと言ってるんだ。いつまでも同じような場所で同じような景色を見て同じようなことばかり体験するというのはよろしくない。こんな狭い島国に引きこもってないでもっと世界に目を向けるべきなんだ。他国には日本とは全く違う発想や考え方がだな。人の気配に振り向くと、いつの間にか狼らしき人物がすぐ後ろまで来ていた。ああ、本当に同じような、同じなのかな。本日は遠路はるばる、ようこそお越しくださいました。お部屋までご案内いたしますので、どうぞこちらへ。狼は深々とお辞儀すると、俺たちは旅館の中に案内した。不気味。全く同じこと見てくんだ、じゃあ。まあ素敵。玄関に入るなり、M4は簡単な声を漏らす。大正、いや明治か。一見すべてが木造に見えるが、内装の一部にアクセントとしてレンガがあしらわれているところを見ると、明治期に流行り出した西洋建築を取り入れてるらしい。あ、そういうこと知ってんだ、すごいな。和洋折衷。どっちつかずが好きな日本人らしいやり方だ。職人の得意げな顔が見えるようで気分が悪い。そんな風に思っちゃうんだ。M4は飾られた松の木をしげしげと見つめている。どうせ素人目には純和風の日本建築にしか見えないのだろう。確かにね。こんな感じだったら純和風に見えてるだろうな。古き良き日本というやつか。いかにもお前が好きそうな雰囲気だ。そういうことを考えた上でのこのセリフだったんだ。でしょ？変わらないものって素敵だと思うわ。やはりこいつは何も分かってないらしい。伝統、もとい過去を捨て、必死で語らず、それを愛する者を欺いていることを伝えたらこいつは何と思うだろうか。やめておこう。知らないでおいた方が幸せということもある。一応、あれなんだ、M 用ちゃんのことも考えてあげてんだ、ちゃんと。受付のカウンターでチェックインの手続きを済ませると、女将が引き続き、直々に俺たちを案内する。この廊下を左にまっすぐ進んでいただくと、右手に宴会場が見えます。さらに奥に進んでいただくと、当旅館自慢の天然温泉に続く廊下がございます。温泉は2種類ございまして、一つはヒノキの露天風呂、もう一つは石造りの露天風呂です。この時期はどちらのお風呂でも赤く染まった山々を一望することができます。
今の時間帯はそれぞれ男湯と女湯で分かれておりますが、午後5時を境に入れ替えを行っておりますので、どちらもお楽しみいただけます。屋外で風呂に入れることの何が自慢なのやら。天然温泉には疲労回復だの血流改善だの様々な効能があると聞くが、あいにく実感できた試しがない。俺に言わせれば日本最初の古代広告と修行しても差し支えないくらいだ。そっか、まあ確かにそっか。自分に HP とかあったら分かりやすいのにね。女将の説明は続く。当旅館は明治19年から続いております。これも長くご贔屓にしてくださったお客様方のおかげで。やはりな。しかし随所に見られる洋風モチーフの装飾にはなぜ触れないのか。当初すでにヨーロッパでは衰退していた様式であったものの、自慢の一つとして胸を張りそうなものだが、ああ、ひょっとしたら110年の間にいかにこの旅館が中途半端なものであるかということに気づいたのかもしれないな。そうこうしているうちに俺たちの部屋、菊に着いた。長旅ご苦労様でした。どうぞごゆるりとおくつろぎくださいませ。最後に女将は深々とお辞儀をして去っていった。素敵なお部屋ね。素敵、素敵とうるさいな。それしかないのか。だって素敵なんだもん。こればっかりはしょうがないわ。語彙力のないやつだ。M は落ち着きのない様子で部屋を見て回っている。戸棚という戸棚を片っ端から開け、何もないことなどわかっているだろうに中をくるりと見回していた。まるで子供の探検のようだな。可愛く思うけどね。落ち着いた雰囲気の女だが、こいつなりにはしゃいでいるらしい。しかし女将の言う通り長旅だったのだ。目の前をせせこましくうろちょろされては目障りで一息つけない。俺は M ヨが目に入らないよう、披露宴にある椅子に腰がけて足を組む。胸ポケットからタバコを取り出して一服していると、エメはようやく落ち着きを取り戻したのか、いそいそと茶を入れどうぞと言って、目の前の丸テーブルに置いた。お茶菓子はいかがかしら？エメヨが手に持っている茶菓子に目を向ける。モナカのようだ。甘いものは嫌いだと言わなかったが。俺は肺から煙を吐き出し続けた。エメヨ、お前がどうしても京都がいいと言うから、今回の婚前旅行は折れてやったが。新婚旅行は絶対にハワイに行くぞ。国内旅行にしか行ったことがないというこいつのために海外の空気を吸わせてやる。あ、そういう思いもあったんだ。そうすれば少しはエメヨの世界も広がるだろう。社長令嬢として、そして未来の社長夫人として、日本にしがみつくことの愚かさにこいつもようやく気づくはずだ。え、そうね。新婚旅行はハワイに行きましょう。タバコを灰皿に押し付け、窓の外に目を向けると、木々の奥に川が見えた。遠くの方から滝の流れる音が聞こえる。ゆったりとした景色を眺めていると時が止まってしまったような感覚に陥り、もどかしくなる。俺には立ち止まってる暇などないというのに。ティーヒコさん、せっかくだからもう少し館内を見て回ってみない？お夕飯までまだ少し時間があるし。館内散策など興味もないが。俺はタバコを胸ポケットにしまい腰を上げた。暇つぶしにはちょうどいいだろう。思ってることが本当に全然違うな、二人で。でも、お互いのことをちゃんと思ってるってのは同じなんだね。川の流れる音を BGM に、渡り廊下を歩いていると、M ヨが口を開いた。ティーヒコさん、あれは何かしら？横目に見ると M ヨは中庭の方を指さしている。ほら、あれよ。指の先に木造の小さな祠が見えた。あのチンケな祠がどうしたと言うんだ。祠というのは神や仏を祀る小規模な電車だ。大方昔にこの川が陥没したとかで、二度とそんなことが起きないように神頼みのために作ったとか、そんなところだろう。自然災害を相手にそんな迷信や信仰に頼って対策した気になるとは滑稽だな、バカバカしい。まるで俺の言うことなんて聞いていないと言わんばかりに、M は通りがかった旅館のスタッフに声をかけた。まだ学生と言っても通じるような若い女性スタッフだ。同じこと思ってんの。あの、お忙しいところすいません。ちょっとよろしいですか？はい、何でしょう。あそこに見えるあの小さな祠、あれは何ですか？ああ、あれですか。あれは、
悲恋の果てにこの世を去った男女の魂を祀るために建てられたものだそうです。悲恋の男女。はい、その昔、どれほど昔かは存じておりませんが、資産家の息子さんと使用人の娘が恋に落ちたそうです。これなんとなくさ、もう、M4 ちゃん視点の時はこの時に M4 ちゃんがまだ社長令嬢って知らなかったし、まあ主人公の方がなんか社長っぽい人なのかなとか、なんとなく勝手に思ってたけど、実際だから逆なんだろうね。社長令嬢の娘さんとその一社員が恋に落ちた。で、自分と照らし合わせてるみたいなものでもあるってことなのかな。T ヒコ的には。まあそんなドラマのような恋愛が本当にあったのですね。はい。ですが身分の違いから二人の愛は周りに認めてもらえなかったそうです。当然だろうな。それで二人はどうなったのですか？ある夜二人は駆け落ちしました。そして二人だけの死期をひっそりと挙げ、この近くの沼に身を投げたとされています。きっとそれが二人が添い遂げられるための唯一の方法だったのでしょう。そんな、M4はショックを受けたようで、両手で口を覆い、小さくおえつを漏らした。なんとも腹立たしい話だ。死とは全てを放棄する行為であり、そして全てにおける敗北であるということをどうやら知らない連中だったらしい。死を選ぶのなら、駆け落ちする意味などないだろう。知らぬ地で新たな人生を歩むという選択肢はなかったのか。愛する者、その者との人生を全て放棄して、身分の差などという些細な障害の敗北をなぜ認めたのか。いや、こんなことを考えても無駄だ。死人に口は聞けない。第一顔も知らない連中に説教してやる義理もない。全然違ったわ、思ってたこと。隣を見ると何を思ったのか、夢は目をつむり、祠に向かって手を合わせようとしていた。この女は何を考えてるんだ。衝動的に M4 の手を掴んでしまう。何が悲恋だ。苦難に抗うことを諦めた負け犬の死を美談にするなど、いかにもしみったれた日本人の考えそうなことだ。そんな連中に手を合わせる必要などない。行くぞ。こんな陰気な場所にいたらこっちの幸先まで悪くなりそうだ。俺は M4 の手を引っ張って適当に歩いていると女将が声をかけてきた。どうやらいつの間にかロビーにたどり着いていたようだ。ああ、ティヒコ様、お探ししておりました。お部屋にお電話してもいらっしゃらなかったもので。なんだ。ティヒコ様の会社の方からお電話が来ております。連絡してくるなとあれほど言っただろうが。ああ、全く自立心の乏しい連中はこれだから困る。そっか、ティヒコさんの携帯とかに電話するのではなく、旅館に電話してきたってのもなんかちょっと引っかかるは引っかかるのか、旅館に行くことだけは伝えてたのかな。俺は M 用の手を離し、女将が指し示す黒電話に向かった。あ、携帯とかない時代なのかな、まだ。そんな俺の背中越しに、私はこの辺りをもう少し歩いてるわね、という M 用の声が聞こえた。わかったが、こっちは今プライベートなんだ。くだらないことでいちいち電話をよこすんじゃない。俺は叩きつけるように受話器を置き、女将に指をさして言ってやった。いいか、俺にどんな電話がかかってきても二度と取り継ぐな。承知いたしました。怖っ、こんな客。女将は申し訳なさそうに眉をハの字にして、地面に頭突き線ばかりの角度で頭を下げた。ああ、まったくイライラする。今部屋に戻っても何もやることがない。あんな部屋に戻ったところで収監されてる囚人の気分になるだけだろう。ならば歩いてる方がまだ気が紛れるというものだ。どこ行ったんだろう、この時、T ヒコって。ロビーから玄関口を出て駐車場を抜け、旅館の裏側に回ってみると流れの急な大きな川にたどり着いた。俺は川の流れを見つめながら懐からタバコを取り出しライターで火をつけた。ふとこのライターを見て思い出す。オイルが少なくなり火がつきにくくなったライターを捨てようとしたら M 用がもったいないと言って止めたこと。だが俺はそんな切れかけのライターを使うような貧乏くさい真似はしない。M 用もライターを使う機会など滅多ない。せいぜい線香をあげるときぐらいだろうか。したがって家には切れかけのライターがいくつも並ぶことになった。一流企業の社長に甘やかされた一人息子のくせに嫌に貧乏くさい女だ。俺はタバコの煙のように白一色の空に向かって煙を吐いた。席を入れた暁にはエリートのこの俺が、
あいつに世の楽しみ方ってやつを教えてやらないとな。その時だった。あ、なんかあったのか。ずっくりと背中に寒気が走った。あ、なんでだ、ここで。まるで死体に抱きつかれたかのような、身の毛もよだつ寒さだ。あ、そういうことか。あ、よくわかってきたわ。二重人格じゃねえんだ、じゃあこいつらって。ここの、その秘連の末見投げしたカップルに取り憑かれたんだ、お互いが。だから霊体としては、なんだろう、抱きしめ合えたりできないからみたいなことだったりすんのかな。とっさに振り返ったが、もちろん誰もいないし何もない。古臭い旅館とそれを包囲するような山々が並ぶばかりだ。なんだ。つぶやいてみたものの、俺の声は目の前を流れる川の轟音にかき消される。背後に人の気配がする。再び振り返るが、やはりそこには誰もいない。真っ白い飛沫を上げながら流れる川が眼下にあるのみだ。体が俺の意志とは関係なくブルブルと震える。ああ、これはおそらく、急な寒さから来る震えだろう。冬も近い、コートも羽織らずにいつまでも寒空の下にいるのはさすがに無理があったか。川のそばにいるから余計に冷えたのかもしれない。部屋に戻ろうと機密を返したとき、足元に滴った水の跡を見つけた。まるでついさっきまでそこにずぶ濡れの誰かが立っていたかのような、ああ、そっかそっか。よく考えたら、M4 ちゃんの時もずぶ濡れの人いたけど、まあ、温泉の近くだって言ってたから、まあ、温泉から上がった、まあ、その時はまだ普通に人だと思ってたってのもあるけど、温泉から出てきた人なのかなみたいな思ってたけど、身投げした二人って意味なんだ、これも。沼にって言ってたもんね。そういえば部屋の名前は何だったか、聞く聞く。興味がなさすぎて覚えてなかった。客室を目指していると、うつむいて廊下を歩く夢用の姿が見えた。ちょうどいい。おい、散策は気が済んだだろう。部屋に戻るぞ。M4 はうつむいたまま、まるで俺の存在などないかのようにふらふらと俺の目の前を通り過ぎる。ああ、イーローさん会いたい。イーローさん、ああ、なるほどね。もうここはだから取り憑かれた後なんだ、 M4 ちゃんが。何、今こいつは何と言った。イーロー、俺の聞き間違いか。ああ、そっか。いや、なんかあの選択肢 B かなんか選んだ時に、なんだろう、T 彦は浮気してるって選んだ時に、いかに、いかにじゃねえわ。めちゃくちゃあっけなく終わってしまったのはなんでだろうってちょっと思ってたんすよね。まあでもドライな関係だったのかなとか、いろいろ思ってたけど、こういうことがやっぱ T 彦もあったから、MU ちゃんと同じで、もしかしてこいつも浮気してんのかとか、思った末ってことなのか。だから、やっぱり無理だな、お前とはってなったんだ。おい、待て。勇気のようにゆっくりと、廊下を進んでいく M4 の背中に声をかける。すると M4 はぴたりとその場に止まり、ゆっくりと俺の方を振り返った。今私を呼びました。一体どういうことだ。一瞬目の前にいる女が M4 ではない、別人ではないかと錯覚する。顔も背格好も間違いなく M4 だが、どこか雰囲気が違った。顔色に至ってはまるで死人のように蒼白だ。俺は M4 に近づき、その肩に手を乗せた。なんだその顔は、体調でも悪いのか。こんな時にお前は何を。触らないで。俺の言葉を遮り、M4 はパシリと俺の手を払った。私に触れていいのはイーローさんだけです。M4 はまっすぐ俺の目を見つめる。ここまでまっすぐに、そして敵意に満ちた眼差しは今までに M4 から向けられたことはない。しかもまた男の名前を口にした。イーローだと、そいつは誰なんだ。イーローだと、そいつは誰なんだ。心の中の声、すぐ口にしたんだ。無意識に心の中の声をそのまま口にしてしまっていた。すると俺を見つめる M4 の目はさらにその温度を下げ、俺の問いに答えた。あなたには関係ありません。その声は極寒の冬に流れる川のように冷たかった。あっけに取られてる俺は後目に。M4 は機密を返すと、再び廊下を歩み始めた。イーローさんどこ？会いたい、今すぐイーローさん。俺は M4 に払われた手を宙に留めたまま、M4 の背中を眺めていた。一体何が起きた？わけがわからん。M4 の奴にここまで反抗的な態度を取られたことは今まで一度もなかった。いや、あれは反抗的という次元の話ではない。まるで、俺なんぞに微塵も興味ないかのような、そんな態度だった。
M 用にそうさせているのはイーローという存在だろうか。初めて聞く名前だ。それほどまでに人の心を奪う存在とは何だ。俺の中にふと思い浮かんだの、浮気の二文字だった。はは、そんなバカな。そのあまりにもバカバカしい妄想を俺は一生に付した。そんなわけがないだろ。あの女にそんな度胸も根性もあるわけがない。となるとイーローとは誰なんだ。そいつが M 用にあのような態度を取らせているのか。いや、やめよう。いくら考えても答えの出ない問題に、悶々と脳の容量と時間を割くなど、愚の骨頂だ。疑うのならとことん追求し真実を明らかにする。そうでないのならすっぱりと見切りをつけ、なすべきことに集中する。それが俺のスタンスだったはずだ。婚約者の口から男の名が出た程度で心を乱して思い悩むなんてめめしい真似、この俺がするはずがない。そもそもあの女に浮気なんてできるわけがないのだからな。ああ、そうだ。ごちゃごちゃと頭を動かして記憶が整理されたのか、ふと思い出した。俺たちの部屋の名前は確か菊だ。俺は廊下の壁に掲げられた案内図に目をやり、菊の部屋を確認するとまっすぐそこに向かった。部屋に戻ると M 用の姿はなかった。そういえばあいつは部屋とは逆方向に歩いていったから、当然といえば当然か。一体どれだけ旅館の中をうろつけば気が済むのか。なんだか体が重いな。俺は体を放り出すように、披露宴の椅子に腰掛ける。少し体が冷えたせいか、部屋の暖かさに眠気が溢れてきた。いや、これは眠気なのか。何か違う気がする。本能的にこれに身を委ねてはいけない気がする。抗わねば。ダメだ、意識が遠のく。なんだ。戸が開く音がする。M 用が帰ってきたのか。ダメだ。まぶたが閉じていく。膝が温かい。誰かが膝掛け。ああ、そうか、掛けてくれてたもん。M よか?ダメだ。もう、声が出ない。意識が。これで変わってんだ。いい浪に。いや、怖いな。実際わかんないもんね。今僕たちは客観的に見れてるからわかるけど、当事者じゃ絶対わかんないもんね。うん。うん。ここはどこだ?気がつくと目の前には扉があった。見ると菊の窓書いてある俺の部屋だ。何?思わずあたりを見渡すが客室が並ぶ廊下が続くばかりだ。俺はどうして自分の部屋の前に立ってるんだ。ついさっき部屋に戻ったはずだろう。そして俺は披露宴の椅子でうたた寝していたはず。まるで時間が巻き戻ったような感覚に襲われた。とっさに腕時計を確認すると17時を過ぎている。ってことは1時間半ぐらい過ぎたってことか。時間は間違いなく進んでいる。わけがわからない。確か廊下で様子のおかしい M 用を見かけた後部屋に戻ったのは16時台だったはず。あ、じゃあ30分ぐらいなのかな。時間は進んでる。あ、違えか。二人とも1時間ぐらい空白があんのか。最後の記憶は部屋の披露宴の椅子でうたた寝したところだ。まさか椅子でうたた寝している間、無遊病のように外に出歩きこうして戻ってきたとでも言うのか。何をバカなと、俺は頭を振った。そんな無遊病の癖など断じてない。頭はまだ混乱しているが、しかしいつまでも廊下に突っ立ってるわけにもいかない。扉には鍵がかかっていたのでポケットから鍵を取り出し解錠した。部屋の中の光景を目にしたとき、俺の中の混乱はさらに加速した。結露した水滴だらけの披露宴の窓には、指文字で大きくこう書かれていたからだ。NA、これを見てくれ。え、なんだ?なんだこれは ?NA? 間違えた部屋に入ったのかと廊下に出て確認してみれば、間違いなく俺の部屋である菊だ。いや、そもそも持っていた鍵で開けることができたのだから、やはり俺の部屋であってる。俺は狐につままれた気分でもう一度窓に書かれた文字に目をやった。下向きの矢印に沿って視線を向けると、窓の下の丸テーブルの上に見慣れた手帳があった。俺の手帳だ。あ、あの後か。一緒に寝た後じゃないこれ。あ、違うか。俺の手帳だ。何やらそこにもメッセージが書かれている。NA、君を近くに感じる。どこかわからないが近くにいるはずだ。君も僕を感じているんだろうか。きっとそうであると信じて、このメッセージをここに残している。このメッセージを読んだなら、返事をここに記してほしい。僕たち二人が今度こそ一緒になるために。いや、怖この話。
本当に何なんだこれは。君が悪いなんてものじゃない。この文章を書いた人間は何を思って人の部屋に侵入し人の手帳でこれを書いたんだ。念のために他のページを確認するが、記されたメモの内容からして間違いなく俺の手帳だ。俺はまず部屋の窓を確認した。すべて内側から鍵がかかってる。次に部屋の押し入れやトイレを確認したが、誰も潜んではいなかった。そして玄関の扉は鍵がかかっていた。となると俺が入るまでここは誰もいない密室だったことになる。一体誰が何のためにこんなことをした。必然、物理的にこの部屋に出入りできる人間にしかこんな真似はできない。その筆頭はまず MU だ。しかしこのメッセージの文字は MU の筆跡ではない。となると消去法でスタッフの仕業としか思えない。旅館側の人間なら当然客室に出入りは可能なはずだ。旅館のスタッフを呼び出してやろうと思ったが、待てよ、スタッフがこんなことをする意味がわからない。勝手に客室に入り客の私物を使ってこんな真似をしようものなら、それこそ客商売として一貫の終わりだろうに。俺は思い直し、座椅子に腰を下ろすと M4 が入れた茶を湯飲みに入れる。急須に入れっぱなしだったせいですっかり冷めていたが、この際口にできるものなら何でもよかった。コーヒーならさらに良かったが、茶でもないよりはマシだ。少し頭が落ち着いた俺はしばらく考え、一つの答えに行き当たった。そうか、そういうことか。これはおそらく M4 の演出なのだろう。そういえばあいつミステリー小説をよく読んでいたな。思えばこの古臭い旅館も古くから伝わる秘伝の逸話も、この部屋の密室も いかにもミステリーにふさわしい要素じゃないか。確かに言われてみれば事件とか起こりそうだもん。いや待て、しかし手帳の文字が M 用のものではなかったのはどういうことだ。それも少し考えれば単純なことだ。何も自分で書かなくてもスタッフにでも一筆代わりに書いてもらえばいいだけの話だ。むしろそこまでするのは当然の配慮だろう。窓の水滴に記した文字の方は大きく大雑把な指文字だし、さすがに筆跡の個性はわからない。では動機は何だ。 M 用はなぜこんなことをしている。いたずら心でこんなことをするようなやつではないはずだ。それも少し想像力を働かせればわかることだった。俺があまりにも退屈だと気乗りしないから、せめてもの欲求としてこんな演出を仕組んだのだろうか。わ、なんか素敵な勘違いするなこいつ。M用は俺が渋々要求を飲んでやったことに罪悪感を抱いているようだ。そんな自責の念を和らげるためにもこんな演出を考えたとすれば、一応の筋は通る。もしかしたら廊下ですれ違った時の M 用の妙な態度も演出の一環だったのかもしれない。考えれば考えるほど合点がいく。 M 用もこんなにも早い段階で看破されるとは思ってなかっただろう。実にくだらないごっこ遊びだが、結婚前の重要な旅行を台無しにするほど無粋な男ではない。いいやつなんだやっぱ。でもさ、こんなことしたらさ、結婚前のその楽しい、まあ楽しくなさそうにしてたT彦が悪いけど、喧嘩しちゃいそうだけどね。浮気してんのかよみたいななって余計喧嘩しちゃいそう。俺は深々とため息をつき、手早く浴衣とバスタオルと下着をまとめる。仕方ない、付き合ってやるとするか。なるほどね。脱衣所に入ると先客が何人かいた。見知らぬ誰かと風呂を共有するというのはどうにも抵抗がある。わかるけどめっちゃ気持ちいい。普通こういう旅館には部屋に小さな浴室があるのが定石だろうが、不便なことにこの旅館には備え付けられていなかった。そうまでして自慢の温泉に浸からせたいのか。シャツを脱ぎ上裸になった時、俺は目を疑った。俺の胸には大きく筆ペンのようなものでこう書かれていた。え、何？何？ NA を探せ。え、何なのこれ。もうわかってるけど、大体。なんで体に書いたの？ダメだ、わからない。風呂に入り、部屋に戻ってタバコを吸いながら考えたがわからない。言いたい、どうやって俺の肌に直接あんな文字を書いた？おそらくあれも、M 用の演出の一環なんだろうが、方法がわからない。可能性があるとすれば、俺がこうして披露宴の椅子に腰掛けてうたた寝した時に、こっそりと書かれたくらいだ。普通に考えてあんな真似をされれば目を覚ますだろう。肌に直接書かれたということは服も脱がされたのだから。いくらなんでも演出のためとはいえ、そこまでするだろうか。しかもあの M 用が。足音の方に目を向けると、いつの間にか M 用が帰ってきていた。遅い。まったく、風呂なんかにいつまでも時間をかけているんだ。遅い。まったく、風呂なんかにいつまで時間をかけているんだ。
ああ、イライラする。訳がわからないことがあるというのはやはりいい気分はしないものだ。ごめんなさい。露天風呂があんまりに素敵でつい。申し訳なさそうな顔をしているが、その心の内では、仕掛けがうまくいったと喜んでいるのだろうか。手のひらの上で転がされているようで腹が立つ。こうなったら意地でも謎を解き明かしてやる。そんな俺をよそに、M よは座席に座りテレビをつけてのんきに天気予報を見ている。M よの背中を眺めながら思考を再開した。一体どうやって俺の肌にあんな文字を。そういえば、うたた寝するとき妙な感覚だった。意志とは無関係に急速に意識が遠のいていくような今までに感じたことのない感覚。そういえば M よがお茶を出したすぐ後だったな。俺はあのお茶をどうした？確か飲んだはずだ。もしや M よのやつ、お茶に眠り薬でも持ったか。そう考えれば俺が目を覚まさなかったのにも納得がいく。次に目を覚ましたとき、いつの間にか廊下にいたのも運び出されたと考えればまあ納得ができる。いや、しかし M よのやつがそこまでするのはさすがに考えづらい。しかも寝てる俺を外に運び出すとなると、M よ一人じゃ到底できない。スタッフの力も借りたはずだ。いくらなんでもそこまではするのはありえないだろう。ふと、誰が言ったか知らんが、こんな言葉を思い出した。そんなことはありえないと思わせたとき、すでに、目論みは成功している。あ、すごいな。あれはミステリー作家か、マジシャンか、ひょっとしたら詐欺師の言葉だったか、まあ誰でもいい。こうやってありえないと思い込むことがすでに術中にはまってるとしたら、そうやって悶々としてると、戸をノックする音が聞こえた。おそらく夕食の配膳だろう。M よが返事をして立ち上がり玄関に向かう。俺はここをろここにあらずのまま、座卓の前の座椅子に腰を下ろした。女将と女性スタッフがやってきて次々と料理を机の上に並べる。ではお料理のご説明をさせていただきます。こちらから前菜のむきたけのおろし合い。干し柿の天ぷら。おかみの料理の説明は全く頭に入ってこない。ああ、そういうことか。ここもそういう意味だったんだ。俺の頭は今、他のことを考えるのでいっぱいだからだ。しかし、いくら考えても堂々巡りするばかりで一向にまとまる気配がない。最後にこちらのお鍋の蓋は、下の火が尽きてからお開けください。以上でございます。何かご質問はございますか？いえ、大丈夫です。ティーコ様。俺は無言で首を横に振った。承知しました。また何かございましたらお呼びくださいませ。それじゃあいただきましょうか。ああ。やはり頭を使うのはカロリーを消費する。目の前に広がる食事を前に、俺の胃は空腹を思い出したようだ。だが山の幸というのはどうにも興味がそそられない。数ばかり多くて一口か二口ほどの量しかないんじゃ味わう前に食べきってしまう。和食ってのはどうしてこうも食った気がしないんだろうな。でもその分いろんな味をたくさん味わえるのが和食の素敵なところだと思うの。一つ一つ味も形も全然違ってて、お箸を伸ばすたびに違う世界が広がるのが好きだわ。うん、好きなものを存分に口にできてこそ食の優越だろうに、わずかな料理を数多く並べられたところで満足なんかできやしない。普段は滅多に思わないことだが、今ばかりは肉だけで腹をいっぱいにしたい気分だった。その欲求を刺身や野菜だけで満たすというのはいくらなんでも無理な話だ。だが、日本酒はまあ悪くない。おちょこを傾けると、辛口の大吟醸が俺の舌を程よく刺激し、その風味が鼻の奥底を突き抜けた。疲れの溜まった体と頭によく染みる。そういえばティヒコさん、M よは思い出したかのように口を開くと、少しは母親に頼りを出したらどうかと意見をしてきた。こいつはなぜ隙を見ては俺と親との間を取り持とうとするのか。こいつはなぜ隙を見ては俺と親との間を取り持とうとするのか。余計なお世話という言葉は知らないらしい。頼りなどいらん。俺はとっくに家を出た。間もなく婿入りして名字も変わる。そうすれば赤の他人も同然だ。どうしてそんなこと言うの？ティヒコさんをここまで育ててくれたたった一人のお母様じゃない。たった一人の母親だったらなんだ。ただ血が繋がってるというだけで恩も情もない。俺が家を出るまでにかかった養育費ならとっくの塔に返してやったが、それでもまだ何かしてやれというのか。結婚式にはもちろん招待して差し上げるんでしょ。お仕事の方もそうだけど、ご友人にもたくさん来てほしいわね。ティヒコさんが学生時代お付き合いのあったお友達ってどんな方なの？覚えてるわけないだろ。昔のことなんか顔も名前も思い出せないな。空になったおちょこに、M よはすかさずとっくりを傾け、手厚かんを注いだ。
俺はすぐにそれに口をつける。いつもなら聞いてこないような昔の話を今日はやたらと知りたがる。交際したての頃に釘を刺してやったのを忘れたのか。昔の話をさせるなと前にも言っただろう。過去にとらわれればとらわれるほど進歩が遅くなる。俺は今、お前の父親が経営する大企業の役員だ。だが満足なんかしちゃいない。俺にふさわしい肩書きはこんなものではないのだ。要するに目指すものに向かっていくためには、後ろを振り返ってはならないのだ。俺は M4 を見つめて断言した。そう、だからもう二度と詮索してくるな。俺にどんな過去があろうとお前には関係のないことだ。じわじわと体がほてってくる。顔が熱い。すぎっぱらだったせいか早くに酔いが回ってきたようだ。なんだかまぶたが重くなってきた。おかしいな。俺は眠り上戸ではなかったはずなのに。待て、これは違うぞ。前と似た感覚。ティーヒコさん眠いの？M 用の声がする。なんか言ったもんな、でもティーヒコさんこの時、違う、これは違う、みたいなこと。だからここら辺で気づいてたのか。ん？気がつくと俺は披露宴の椅子に座って左手にペンを握っていた。机の上には俺の手帳が広げられている。おかしい。俺はいつの間に椅子に座ってたんだ。寝起きのようにぼーっとする頭で必死に記憶を思い起こしてみる。ダメだ、思い出せない。記憶が飛んでる感覚だ。確か日本酒を飲んでいたことは覚えているが、酔いつぶれてしまったのだろうか。そんなに大した量は飲んでないし、酒には弱くはないはずだ。ふと机の上に広げられていた手帳に目線を落としてみる。そこにはこう書かれていた。返事が書かれてないということは、NA にはまだ会えてないのだろう。僕もいつまでこうしていられるかはわからない。時間はないのかもしれない。だからもうなりふり構っていられない。ああ、で終わったのか。怖っ。文章はそこで途切れている。俺は再び左手に握ってるペンに目をやった。バカな。あ、そうか、右利き、左利きの下りか、これ。そんなわけあるか。NA とやらに向けてこのメッセージを書いていたのは俺自身だとでも言うのか。しかしこの筆跡は確かに夕食前に見た筆跡と同じだ。手帳のページを戻して確認してみるが間違いない。嘘だ。ありえない。これじゃあまるで二重人格じゃないか。二重人格は人格が分裂してしまうほど強烈な体験やトラウマを経てなるものだと聞いたことがある。当然俺にそんな経験はない。とはいえさすがにこの状況は他人にどうこうできる範囲を超えている。それに仮に万が一、俺の中に別人格がいると仮定するのなら、今日一日の不可思議な出来事にも全て納得がいく。密室に残された窓の文字も手帳のメッセージも俺の肌に書かれた文字も、全て俺自身がやっていたとすれば説明がついてしまう。ははは、そんなバカな。俺は自分の額に手を当ててうなだれた。そうだ。もし俺の知らないうちに俺の中の別人が動いていたとしたら、周りの人間からどう見えていた。このバカげた仮説の真偽を確かめる足しになるかもしれない。M よ、いるか。目を向けると食卓の上には空の食器が並んでいた。M よの姿はない。部屋中探したがどこにもいない。バスタオルが一組なくなっていたのでどうやら食後の温泉に入りに行ったみたいだ。俺も入りに行くか。こんなところで一人でいたら気が変になってしまいそうだ。俺はせめてもの気分転換に温泉に向かうことにした。いや、怖いな。自分がわかんなくなるって怖いもんね。あと、大事な人がわかんなくなるのも怖いし。温泉に向かう途中渡り廊下を歩いていると、窓の外にぽつりと人魂のように灯る光が見えた。なんだあれは。目を凝らすとそれは日中 M 与党を見かけた小さな祠だった。確か秘殿を迎えた男女の魂を祀るために建てられたという。すると、目の前を狼が通りかかった。おい。はい、なんでございましょう。俺は闇の中に浮かび上がる祠を指す。あれはわざわざ夜になると誰かが火を灯しているのか。おかみは祠の方に目をやり、大きくうなずいた。ええ、そうでございます。夜でも二人が寂しくないように、灯籠に火を灯しております。怖いな。
ですがと、おかみは続けた。今日スタッフの一人から聞いたのですが、二人の秘伝には私たちに思い違いがあったそうで。思い違い？ええ、はい。一瞬おかみはきょとんとした顔で俺を見つめた後、咳払いをして続けた。今までは資産家の息子と使用人の娘、その二人は身分違いの恋が実らぬことを嘆き、この川にて上司したと語り継いできたのですが、秘伝などではなかったのですね。どういうこと？二人は幸せの絶頂が今であると考え、それを永遠のものとするために二人で一緒に身を投げたのだと聞きました。それを秘伝にされ同情の目を向けられるのは、彼らとしても不本意だったのかもしれませんね。俺はそれを聞いて乾いた笑いしか出なかった。どちらにせよ俺からすれば同情も共感も皆無であることに変わりはない。いや、怖。まあでもそういう話は何個か聞いたことはあるよね。昔の連中が考えることはわからんな。ええ、そうかもしれませんね。この度は貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございます。ああ、そういうことか。乗り移った後の、イーローに言われたってことか。何を言ってる？今話を聞いたのはこっちの方だろ。すると、おかみは不思議そうな顔で眉間にシワを寄せ、首をかしげた。いえ、今のお話はティーヒコ様からお伺いしたとスタッフは申しておりましたが。あ、あのニコニコしてた時か。何？なんだって。俺がいつ？なんか女性スタッフと喋ってた時あったみたいな話あったもんね。それはいつ頃の話だ。確かなことはわかりませんが、ご夕食の準備をしていた頃でしたので17時の手前くらいかと。17時の手前。つまり俺がいつの間にか廊下で突っ立っていた直前。俺の意識が飛んでいた空白の時間だ。やはり俺の知らないうちに俺の中の誰かが動いている。バカな。しかしそうとしか考えられない。状況証拠のすべてがその真実を物語っている。ありえない。しかしそうとしか。そんな堂々巡りを頭の中で繰り返しながら俺は温泉まで来ていた。この旅館自慢の石造りの露天風呂に浸かってみたが、それでもこの信じがたい現実を洗い流すことはできなかった。秘伝。上司した二人。ほこら。俺の中の誰か。おかみは俺から上司した二人の真実を聞いたと言っていた。なぜ当事者のごとくその真相を知っている？死んだ二人が何を思って死んだのかなど、それこそ本人にしかわからない。となると答えは一つ。俺の中にいるのはその本人なのか。まさか、俺に取り付いているとでも言うのか。その資産家の息子の霊とやらがこの俺に。二重人格説も大概だが、今までの情報や行動を立ち合わせると、そちらの方がまだ筋が通るように思える。だとしたら何のために？こいつの目的は、NA に会うためだよ。あのメッセージの真意は何だ？残されたメッセージは終始 NA とやらに会いたがっていた。秘伝ではなく二人は望んで一緒に死を迎えることができたんじゃないのか。なのになぜ、こんな未練がましい真似をしてる？確かにね、言われてみたら。本望じゃなかったのか。俺は両手いっぱいの湯をすくい、顔に叩きつけるように浴びた。こうやって考えてもわからないことをぐだぐだと考え続けるのは時間と脳の無駄だ。俺の中のこいつと直接話をつけるしかないな。どうやって？どうやって？電気を消すぞ。ええ、おやすみなさい。俺は電気のスイッチを切り、畳の上に敷かれた布団の上に横になった。俺の中の別人と話をつけるのは M 用が寝静まってからだ。ただでさえややこしい状況なのに M 用まで絡んでくると余計に厄介になる。気持ちが高ぶっているせいか、それとも散々俺の中のこいつに眠らされたせいか、布団の中で横になっていても一向に眠くならないのは幸いだった。しかし俺の中のこいつと話をつけると決意したのはいいが、本当にそんなことができるんだろうか。直接声をやり取りできれば一番手っ取り早いが、それはそれで気持ち悪い。少なくともこいつが手帳にメッセージを残していたように、筆談のやり取りはできるはずだ。ただ、こいつが俺からのアプローチを汲み取り、応じるかどうかは出たとこ勝負だな。話ができるとすれば、まず何から聞くべきか。そんなことをつらつらと M 用が寝るまでの時間、考えていた。一体どれだけの時間が経っただろう。M 用が寝返りを打たなくなって、そこそこの時間が経った気がする。
チラリと M4 の方を見ると、暗闇の中でうっすらと俺に背を向けて横になってるのがわかる。眠ったようだ。M4 を起こさぬよう、細心の注意を払いながら一切の物音を立てず、布団から立ち上がりそっと襖を開け今に出た。電気もつけたくない。ちょうど窓から広縁に月光が差していていい感じだ。対話はあそこでするか。俺は手帳とペンを丸テーブルの上に広げ、深呼吸した。少し緊張しているようだ。これで俺の一人相撲だったら赤っ恥もいいところだな。しかし試さないわけにもいかない。すごいな。でもここまで、この状況まで自分で導き出せんのがすごいわ、こいつは。俺は意を決して最初の一筆を手帳の上に綴った。お前は誰だ？何も起きない。川の流れる音だけが窓越しに部屋の中に響くばかりだ。やはり無理があったか。それとも俺の根本的な勘違いだったのか。そんな疑念と不安がせり上がってきた頃、急速にまぶたが重くなり、意識が遠のいていくのを感じた。来た。間違いない。あの感覚だ。やりとりできんのか。だからなんかショートスパンでそういうことが起こったから、浮気の下りとかもパッて戻れたんだ。次に目を開けた時、右手に持っていたはずのペンを俺は左手に握っていた。そして手帳にはこう書き足されていた。僕の名前はイーロー。やっぱりか。なんてことだ。本当に俺の中には別の人間がいたのか。しかしイーローという名前、どこかで聞いたような気がする。どこだったか。心臓の鼓動が速くなっているのを感じる。落ち着け。まずは落ち着け。そう自分に言い聞かせながらまずは用意していた問いを、俺は順番に書くことにした。お前の正体は使用人の娘と上司したという資産家の息子の霊なのか。書き終えるとさっきより早い感覚で意識が遠のいていくのがわかる。目を開けた時目の前には回答が書き足されていた。違う、違うの。なんだと。え、じゃあイーローは別なんだ。あ、娘もそういうことなのか。だから身投げしたのは嘘なんだ。あ、嘘なのか。いや、何なんだ。とりあえずパッと思ったのが、この、だから NA さんと死んだ人は、イーローではなかったんじゃないかなってちょっと思って、だから祠に祀られてるのはその二人だけど、イーローは、NA が死んじゃったことは後で気づいたみたいなことだったりするのかな。なんか政略結婚かなんかで、そういうことになって、ただ NA ちゃんはイーローのことがずっと好きだったから、なんか抵抗しすぎたゆえに、末に殺されたみたいな。で、心中しちゃったみたいな話なのかな。俺は重ねて質問する。ではお前は何者なんだ。書き終えるとほぼ同時に意識が遠のき、そして戻る。そこには何ページにもわたるほどの長文が記されていた。すごいな。僕と NA は何の障害もなく結婚した幸せな夫婦だった。あれ、そうなの。かつて僕たちは新婚旅行でこの旅館を訪れた。じゃ、110年以内の過去の話なんだ。この旅館の近くを流れる川をたどって、上流へ行くとそばに沼が見えるのを知っているだろうか。資産家の息子と使用人の娘が身を投げ、上司したと言い伝えられている沼だ。その秘伝を地元民から聞いていた僕たちは、彼らを哀れまずにはいられなかった。せめてもの供養に、僕たちは沼に花を添えに行き、手を合わせた。その、むやみな同情が彼らの怒りを買ったんだ。彼らは僕と NA に取り付いた。そして僕たちは真実を知ったんだ。彼らのあまりにも尊く、そして美しい愛と最後について。君も彼らに取り付かれればわかるよ。怖い話してる。いたずらに生を続けることがどれほど醜く、幸福の絶頂を永遠とするために命を投げ打つ行為がどれだけ尊いのかを。いや、それは考え方次第だもん、そんな。あなたたちはそうやって思ってたかもしれないけど、私たちはそうやって思ってないもん。そして僕たちは彼らに習い、幸福の絶頂を今と定め、川に身を投げたの。なんでだ。なんでなんだ。だからびしょ濡れだったのか、お前らは。そうだよね、沼でびしょ濡れってどういうことなんだろうってちょっと思ってたわ、自分で言ったけど。読んでいて吐き気の催す内容だった、本当にね。こんな奴が俺の中にいるのか、不愉快極まりない。
だが今は感情的にならずに情報を集めなければ。それでめでたく死んだお前がなぜ俺に取り付いている？お前の目的は何だ？書き終えたが今度はなかなか意識が入れ替わらない。こいつにも考える時間が必要ということだろうか。いや、怖っ。そうこうしているうちに意識が遠のき、そして目が覚める。この入れ替わりにもだいぶ慣れてきたようだ。慣れたくなどないが。僕たちの願いは、上司した彼らに習い、二人一緒に死ぬことだった。でもそれは果たされなかった。僕と NA が川に身投げしようとした瞬間、通りがかりの人に邪魔されたんだ。僕だけが川に落ち、NA は助かってしまった。僕の遺体は未だに見つかっていない。一人取り残された NA はその後、けなげにも僕の後を追って同じ場所から川に飛び込んだんだ。だけど僕たちは未だに出会えていない。だからね、僕たちの目的はただ一つなんだよ。もう一度今度こそ二人で共に死んで永遠になることは、それも他の人に迷惑かけることになってないなんか。怒りを通して呆れてきた。もう一度死ぬだと、二人一緒に。それはつまり俺の体を乗っ取ってということだろう。命を喜んで投げ捨てるなど全く共感できないが、百歩譲ってそんなことは勝手にやればいい。ただし他人を巻き込むとなれば話は別だ。他人にくれてやる命も時間もなければ同情する気すらない。そう手帳に綴ってペンを置くと、背もたれに体重を預け、俺は軽く目をつむってため息をついた。さて相手はどう出るか。そして次に目を開いた時、思わず声を出してしまった。もうなんか川とかにいるの？わけではない。いつの間にか披露宴の椅子から立ち上がっていた。俺は自分の腕の中に M 用を抱きしめていた。なんでなんで？な、これは、NA ちゃんって気づいたんだ。思わず M 用を離し、一歩、二歩と後ずさる。お前、イーローさん、どうしたんだろうな？この世の終わりかのように。顔を歪ませて M 用は俺の顔をじっと見つめる。そうだ、思い出した。どこかで聞いたと思っていたイーローの名前とは M 用が口にしたものだった。イーローとの対話が成功した同様ですっかりと出演していた。しかし M 用がイーローの名を知っているはずがない。廊下ですれ違った時の M 用のつぶやきを思い出す。ああ、イーローさん。会いたい、イーローさん。間違いない。俺にイーローが取り付いているように M 用には NA がついている。イーローさんどうして離れるの？ようやく一緒になれたのに。やばいなこれ。ようやく一緒になれた。その言葉にわずかな違和感を感じた。こいつらの望みは二人一緒に上司することじゃなかったのか。その時初めて永遠に一緒になれるとイーローは言っていたが、お前の望みもイーローと一緒に今度こそ上司することなのか。俺の一言に NA はハッとした顔を見せた後、再びその顔を悲痛に染めた。二人で川に飛び込むとき、永遠の時を生きられると思ったの。二人で一緒に。でもダメだった。私だけ残ってしまった。イーローさんのいない世界なんて地獄よ。もう孤独は嫌。もう話したくない。とずっと一緒にいたい。あいつは、イーローはもう一度お前と死ぬつもりのようだが。それを聞いた瞬間、NA は勢いよく首を横に振った。怖いの。また誰かに邪魔されたらと思うと。またイーローさんと離れ離れの日々をさまようのかと思うと、そんなの嫌、絶対に嫌。いや、手帳見せよ。ああ、君の思いは痛いほど伝わったよ。思わず俺は自分の口を手で塞いでしまった。まるで誰かに操られているかのように、俺はいつの間にか声を発していた。しかし今のは俺の言葉じゃない。あ、そういうことなの。イーローだ。あ、でもずっとこの体を乗っ取り続けるってこと、二人で。怖っ。イーローが喋ったのだ。意識が残ったまま体を操られるというのは、こんなにも気持ちが悪いものなのか。けれど、僕の気持ちは変わらない。Tヒコから出ていくつもりはない。なんでだよ。なんでだよ。こいつ、また、ダメだ。意識が、もう勝てんじゃん。なんなのこいつら。勝手にやっとけ、本当に。人形とかに乗り移れよ。また気がついたら M よ。いや、NA を抱きしめている。そうね。私たちずっと一緒よ。また誓いましょう。永遠の愛を。NA ちゃんはさ、M よちゃんに戻ったりしないの？俺の腕の中で NA はうっとりした声でつぶやく。じゃあもう、決意したってこと？ふざけるな。俺たちの体をお前らの代わりになんてさせてたまるか。俺の胸の中で高悦の表情で目をつむる NA を突き放そうとした瞬間、
突如糸の切れた人形のように NA の体から力が抜けるのを感じた。とっさに俺は M 用の体を支える。T 子さん。ああ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。早く状況を説明して何とかしなきゃ、何とかできるのか、この状況って。俺の腕の中で不安そうな顔で、M 用はそう呟いた。そして静かな寝息を立て始め、寝るな、寝るな。俺は M 用の体を抱き上げ、寝室まで運び、布団をかける。え、いいの、それで。その時、俺の左薬指から婚約指輪が外されていることに気づいた。わあ。披露宴に戻ると、婚約指輪は窓際に置かれていた。おそらく、イーローが左手で書くのに慣れない指輪が邪魔で外していたのだろう。俺は月明かりに照らされる、その指輪を手に取り、左薬指にはめた。これ以上こいつらと話しても拉致が開かない。さて、ここからどうする？祠をぶっ壊したりしたらなんとかなんのか？いや、どうすればなんとかなんの？この状況。祠へ行く。選択肢が出てるけど、祠に行くしかない。え、ここら辺下とかやってもなんもないよね。え、じゃあもう祠に行くしかないじゃん。行こう。ああ、そうだな。親玉に直接話をつけてやる。でも祠の奴らとこいつらはあんまり関係ないんでしょ、でも。なんとかなるもんなの？より人格が増えるんじゃないの？三人になっちゃったりするんじゃないの？まだ M 4が目を覚ます前の早朝。空に太陽の光が差すほんの少し前、うっすらと空の黒に紺色が差し始めた頃、俺は旅館の中庭に建てられた小さな祠の前に来ていた。消えかけているがまだ灯籠の火が残っていたおかげで分かりやすかった。旅館のスタッフの話によると、この祠こそが沼に身投げした資産家の息子と使用人の娘を祀るために建てられたものだそうだ。であれば、イーローとNAを死に向かわせた会は、ここに救っていると考えるのが筋だろう。まあ、もしここにいないのであれば、次は実際にイーローとNAが取り憑かれたという沼地まで足を運ぶだけだ。しかし、いざ祠の前まで来てみたものの、一体どうすれば奴らは姿を現すのだろうか。名前でも呼んでみるか。いや、そもそも名前なんて聞いていなかった。イーローは道場から手を合わせたら、奴らの怒りを買ったと言っていたが、だとすれば俺も手を合わせてみれば、奴らは現れるのだろうか。あ、そっか。じゃあ、M よちゃんが手を合わせようとしたことを止めたい。T ヒコは一応助けていったみたいな形になるのか。一つの懸念があるとすれば、俺は奴らに微塵も同情していないという点だ。まあいい。ものは試しだ。いざ手を合わせようとしたとき、ボタボタと何やら泥のようなものが上から落ちてきた。こわ、なんだこれは。見上げると俺の頭の中は一瞬空白で満たされた。え、何がいるの？そこには。え、やばいやついるわ。これが永遠の愛なの。永遠の愛の形がこれなの。今までに見たこともないそれに対し、脳がどう処理をすればいいかわからなくなった。それでも必死に脳が導き出した形容は、強いて言えば、排水口の奥底に溜まった泥かヘドロの塊のような物体だ。だが目の前のそれはもっとおぞましいものだった。よく見ると人の目玉や鼻のような部品がかろうじて見て取れる。浴槽で湯船に浸かりながら孤独死した人間は永遠と放置され、そのままお湯の中でぐずぐずに溶けるというが、そこに沼の泥を注ぎ込んで丸めたとすればきっとこんな形になるのだろう。怖い話してんなお前。いや、こいつらは孤独死ではなかったのだったな。初めて目にするものでありながら俺はこいつらを例の上司した者たちであると、あることを察していた。なるほど、一緒になるとはよく言ったものだ。確かに文字通りの意味で資産家の息子と使用人の娘とやらは一緒になれたようだな。目も腕も足もそして内臓まで。どれがどちらのものであるのかもわからないほどに、奴らはぐずぐずに溶け合い混ざり合っていた。初めて見た。うわ、怖いな。どこからともなく頭に響くような声でそれは語りかけてきた。男と女の声が重なったような声だった。死よ、我々にそのような感情を向けてくる者は今までにいなかった。俺は今常軌を逸した怪異に遭遇している。本当にこんなものがこの世にいるのかというのが正直な感想だが、見てくれがどうであれ圧倒されている場合ではない。随分
聞いてた話と違うな。その醜く汚い姿のどこが尊く美しいんだ。すると奴らの不快な笑い声が俺の頭の中に直接響き渡ってきた。お前らはいつもそうだ。見かけでしか物事を見ることができない。確かに。だから我々のように愛の本質を捉えることができない。そうなの？お前らが捉えた愛の本質って本当にそれなの？劣化していく愛にすがりながら生き恥をさらす。劣化していく愛。かつて絶頂を迎えた愛の幻想をひたすら追いかけながら、未練がましく惨めなままに。一通り思いの丈を述べたのか、ようやく不愉快な声が収まった。愛の本質と言ったか。では俺に教えてみろ。お前らが考える愛の本質ってやつを。泥の中でギョロつく目玉を突き刺さんばかりの勢いで俺は奴らに人差し指を向ける。宙に向けられていた目玉の目線がギョロリと俺に向けられた。教えてやろう。どうやって？人は一生を孤独のうちに終える。そう。人は生涯孤独なのだ。生涯の漢字が障害になってるよ。男の声と女の声が交互に答える。なぜなら、人は一人の人間だから。どんなに愛し合っても同じ人間にはなれないから。確かにな。ただ同じ人間になったら恋心とかを抱いたりもしないんじゃないのってなってしまうけどね。故にいつまでもいがみ合い傷つけ合う。分かり合えるという幻想に翻弄され続ける。心が一つになれたという幻想に翻弄され続ける。いやもう、でもおじいちゃんおばあちゃんになっても愛し合ってる人たちいるって。そんなことはありえないのに。そんな夢は叶わない。いやでもそれはお前たちのさ、感想でしかないんで。本当にお前ら本当に愛の本質捉えられてる。人でいる限り、人の体でいる限り、人の体を抜け出さない限り。だからそうなっちゃったの？人の性を抜け出さない限り、本当に相手は自分を愛してくれているのか。本当に相手は今でも自分を愛しているのか。いつか自分の愛が冷めてしまったら、いつか相手の愛が冷めてしまったら。冷めてしまった時に考えればよくない？そんな恐怖と疑心暗鬼に一生翻弄され続ける。その言葉好きだなお前ずっと。一生の愛を誓っておきながら。頭が変になりそうだ。男と女が会話するように交互に声が俺の中に届いてくる。いやこれは会話などではない。二人の声が聞こえてくるのに、まるで一人の人間が喋ってるような、独白を聞かされてるような異様な気分にさせられる。そんな不完全な関係を真の愛と呼ぶなど、あまりにもおこがましい。声が再び一つになる。なんか変な宗教団体の勧誘みたいに聞こえてくるよ。でももうすでに。だから私たちは求めた。誰もが望みつつ成し得なかった真の愛の実現。いやこれ誰も求めてる。これ私たちの愛が最も近づき一つになり満たされるその瞬間を、幸福の絶頂を永遠のものとすることで、人の体を性をも共に捨て去ることで。俺は視線を上げ奴らを睨みつける。木々の隙間から見える空の紺色は薄まり、徐々に青くなりつつあった。くだらん。俺はこいつらに聞こえるよう、あからさまに深いため息をついてやった。人は分かり合えない疑心暗鬼、翻弄され続ける当たり前だろ。そんなものは挙句に、幸福の絶頂を永遠のものとするだと。今度は奴らに向けて霊笑を浮かべた。今でもよくいるものだ。お前らのように結婚を終着点だと勘違いしてる奴らがな。ゴールインとはよく言うが、結婚などただの通過点に過ぎない。そうとも知らずに人生最大の幸福と決めつけるだけでは飽き足らず、その一瞬を捕まえて永遠のものにしようなんざ貧乏人の考えそうなことだ。俺は一息置いて再び口を開く。男の方は親が資産家だと聞いたが、どうも心は貧相らしい。なまじ金を持つと人は愚かになるようだな。世間を知らなければ自分がいかに狭小な価値観しか持ち合わせていないか知る術もないということだ。あ、圧倒してる。怪異は黙っている。この程度の言葉でこいつらの信念が瓦解するとは思えないが、どうやら考えることはあるようだ。しばしの間睨み合いが続いた後、再び俺の脳に奴らの声が響いた。お前にとっての幸福とは
私たちの思うところとは別にあるということ。いや、みんながだってお前らの思う幸福と同じとこにあるとは限らないもん。なるほど、思ったよりバカではなかったらしい。第三者の価値観に興味を持つ程度の知性と理性は残っていたようだ。愛でないならば、なんだ、金か、名誉か、地位か。時間なんじゃない。いかにも中身のない人間が挙げそうな選択肢だ。だが俺の返す答えはただの一つだけだ。貴様らに教えてやる義理はない。そうか、わかった。え、どうなんの？怖すぎんだけど。え、取り込まれんの？足元からもくもくと真っ黒い煙幕、いや、暗雲が立ち込める。お前が思い描く人生最大の幸福とは何か、興味がある。我らに示してみせよ。え、でもお前らの中に俺が入ってしまったらもうそれ二人だけの空間じゃなくなっちゃうけどいいの？真っ黒い闇があっという間に俺の頭まで覆い尽くした。ひたすら真っ暗で何もわからない暗闇だけが俺の周りを満たしていた。そんな中で奴らの声だけが俺の頭の中に直接こだまする。我らの愛をも退くという幸福をその身をもって。いや、本当にいいのそれで？お前ら二人でいる空間に俺ずっといることになっちゃう。考え直した方がいいよ。貴様ら何ぞに教えてやるものか。俺の目的よ、俺の幸福が何たるかは誰にも悟らせやしない。そう、たとえ何を背負わされたとしても、お前めちゃくちゃかっこいいの。Mよちゃんのことずっと考えてる、この時ですら。それがどのような結果になろうともな。ああ、こいつかっこいいわ。永遠の愛を誓いますか？誓います。結婚してんの？え、どうなったの？ああ、素敵。え、取り込んだの？愛の化身を取り込んだの？俺の体に。どうなったの？なんなの？あ、おめでとうございます。え、あ、三人分背負ったのか。三人分じゃねえわ、だから合計4人分背負ってるってことか、愛を。だからお前らで俺たちの未来をお前らが見てってことね。こんな話聞いたことある？あ、終わったんだ。そっか、じゃああいつが俺を取り込んだとかじゃなくて取り憑かれたんだ。また、また取り憑かれることによってってことなんだ。俺の人生を映画のようにあいつら見ていくってことなんだ。それで幸福を感じさせるってことなのかな。いや、むずいね。いや、むずいけどかっこよかったな、主人公がずっと。でも、Mよちゃんの方はこの状況に気づいてないってことなんだもんね。いや、主人公が強くてよかったわ。普通だったら、だって取り込まれるか、イーロー NA パートで殺されるかのどっちかだもんね。いや、よかったな。今4つのお話を見たところなんですけど、どれもよかったっすね。いや、てかこの話が一番好きだったかな。一番最初の話も好きだったし、2個目の何も見えなくなるところから始まるちょっと怖い話もすごい好きだったけど、この話が一番好きかな、本当に。三つ目の話はちょっとなんか怖いっていうよりかはえぐかったからちょっとなって思いましたね。まあまあ全然いいお話だったんですけど、でもこの話が一番好きは変わらないかな。いや、素敵ですね。やっぱハッピーエンドなのかどうなのかわかんないですけど、主人公たちが幸せにはなってるってことなのかな、この話だけ。あ、そっか。でも2個目の話も一応は主人公助かってるのか。で、おまけが出てくるらしいんですよ。このおまけが、おまけ見て終わろうかな。で、目次見てみよっか。いや、本当にクオリティ高いお話でしたね。いいお話が
ああ、これ微妙だなって話が一個もなかったっすね、マジで。じゃあ、これ見てみようか。何なんだろう、これ。また別のお話なのかな。なんだ。先輩。ちょっと先輩、いつまで寝てるんすか？いい加減起きてくださいよ。もう、やっと起きた。あ、この4つのお話を取材してたっていうか、集めてた人だったりすんのかな？ほらほら、外見てくださいっす。1日かけて来た甲斐があったっすね。さすが、絶海の孤島は景色が違うや。あれはなんていう名前の木っすかね。あ、変な花も咲いてる。ねえ、ほら、見てたら。ちょっと先輩、聞いてますか？おい。あれ、船酔いで死んだかな？もしもーし。ハオ先輩、お、俺の名前、そっか、一番最初に入れてたか。ああ、もううるさいな。聞こえてるか静かにしてくれ。先輩が返事しないからっすよ。お前の高い声が頭にキンキン響くんだよ。どこを見渡しても一面、木じゃないのよ。何をそんなにはしゃいでいるんだか。あ、もしかして、ハオって人、女の人かな、これ。ああ、車の揺れが。僕のデリケートな三半規管を刺激してまた、ああ、わかるわ。めっちゃ俺っぽいわ。めっちゃ車酔いするもん、僕も。いやあ、こっち向かないで。吐くんなら窓開けるんで、外に。それはちょっと困りますね。エチケット袋はお持ちではありませんか。お前のその胸ポケット貸してくれない。胸ポケットに収まりきらんだろ。いやっす。貸さねえっす。断固拒否っす。ああ、うるさい。もう、いつまでもそんなグロッキーじゃ先が思いやられるっす。先輩が、高いとこ怖いなんてガキみたいなこと言うから、ヘリ断って貨物船に乗せてもらったんす。高いとこは逆に怖くない。空なら4、5時間で済むところを先輩のわがままで丸々1日かかったんす。嘘でも機嫌よくいてもらわないとこっちも気分悪いや。招待されてないくせに無理やりついてきてその言い草はないでしょうが、お前さえいなければ楽しい船旅だったよ。それ自分は先輩の後輩っすから現場で先輩の活躍を見て自分を勉強しないと。勉強ね。渡された資料もバッチし、目通してありますし、先輩のアシストは任せてくださいっす。かわいい後輩っぽいな。資料、ああ、これね。なんだこれ。そうそう、それっす。招待客の情報一覧っすよね。招待されたのは僕も含めて17人。あ、男の人だった。そのうち5人に打ち消し線が引いてあるから、実際に来る客は12人から。線が引かれてる人たちは都合が悪かったんすかね。走り書きのメモによれば全員が消息不明。まあ大体察しはつくけど。いや、楽しみっすね。何としても特大ネタをゲットして全メディアの一面を飾ってみせましょう。そういうんじゃないんだろうな。多分これは。何ですか？ぜひ記事にしてほしいって依頼してきたのはあっちっすよ。東京から南に遥か 1000km、孤島の洋館に集められた12人の男女たち、何も起こらないわけがないっす。確かに。デスゲームみたいなの始まりそう。あのね。僕は今回ね、ボカーって言うんだ、ハオさん。依頼の受け負い人であもあり、招待客なんだよ。当事者からすればこの名簿を見ただけで、自分が何のために呼ばれたのか、そして、他の招待客たちが何者なのかなんとなく見えてきちゃうのよ。まあさすがにこの名簿は僕だけによこしたんだと思うけど、どうかしら運転手さん。おっしゃる通りでございます。え、運転手がゲームマスターみたいな感じなの？天地を揺るがすとか、世界が震撼するみたいな見出しにはならないと思うんだよな。いつもの通りオカルト雑誌に取り上げてもらえれば御の字だよって。こんなこと依頼人の関係者さんの前で言うことじゃないですね。あははは。構いませんよ。旦那様は記事の大小は気にされないとおっしゃっておりました。記録を残すことが重要なのだと、そう伺っております。ただ、ひょっとしたら天地を揺るがすくらいは、あるかもしれませんね。くらいて。ははは、運転手さんも、冗談がお好きだ。冗談じゃないんじゃない？というわけだよ。空回りされるのも、面倒だからあんまり期待しないこと。仕事が終わるまでおとなしくしていなさいね。ちぇー。わかってないな、先輩は。見えてまいりましたよ。あちらが、皆様がお泊まりになられる館でございます。何が始まんだ？わあ、見て先輩、立派なお屋敷っす。見えてるってば、うるさいな。
ヘリに乗っていらっしゃる他のお客さんも館に到着されている頃でしょう。ほら、降りる準備しなさいよ。窓から顔出してたら首ちょん切れるよ、怖っ。だってあんなでっかいお屋敷は初めて見るんすもん。わ、すごいな。あれが噂に聞く。なんとか島の。なんだ？え、どういうこと？次回作みたいな話？もしや。面白そうだったけど、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ面白そうだったけど。え、どれかの話になんか通じてきてたのか。わかんねえな。まあ、CG 鑑賞して終わろっかな。全部撮れてはいるんだよね。ああ、全部撮れてるっぽいな。いやー、一番最初の話今見るとめちゃくちゃ怖かったな。まあ、そうだね。全部のお話すごい良かったっす。とにかく。というわけで会話、全部のお話を読むことができたのでここまでかな。多分目次見たところでさっきの話の続きはないもんね。8個の、だから4個かける2なわけだから、8個の話とおまけがあるって書いてあったんで、ここで最後かな。いや、なんかそのデスゲームみたいなお話も、ぜひ、更新とかされるんだったらやってみたいなと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。